すごい変化球なんですよ。あ、そうなんで頑張ってるんだって言い出しを思った。週間もどっちもれたただもう4時過ぎてますから、OK でしょ。はい、私エロくて幸せで素晴らしいよ。M だという、はい、だよ。でその毎日の稽古のこう筋肉痛の一つ一つが楽しいと。そう、うんうん、でもたまらないじゃない、もうこれから10月は。そうなんですよ、楽しみ、ね、はい、ではここで一曲、またまた。
接しました女の子は今日の試合で得点を決めた。来たところにみんなで一緒に帰ります。中学生の時に付き合っていたから、卒業式に寄贈する。